京都の舞鶴の基地に配備されております護衛艦クルーズ機という船になります。ちなみに止まっている船、109番、106番と書かれた船、今右手前方に見えているんですが、こちらも普段は横須賀配備ではございません。109番、名前は有明、そして106番の船、こちらはサビダレという船になりますが、失礼いたしました。いずれもですね、広島県呉の基地に配備されている船になります。完璧がですね、109番有明は普段長崎県佐世保基地の船でしたね。ちょっと船が多すぎて私も混乱してきてしまいました。さあ、というわけで中浦さん、どこから行きましょうかね。右手前方、今ちょうど入港中、118番という時期、この船はおそらく106番の隣につけるようですね。冬月のお隣には今船体周りにタイヤをたくさんぶら下げているタグボートという船が2枚ついております。でこのタグボートという船は港の中で大きな船が出航したり入港したりするのを押したり引っ張ったりしてお手伝いするための船とお考えください。で現在はですね、106番の隣に冬月のお隣に4人誘導しているところとなっております。ちなみにこんな108番水木の向こう側にもですね、実は本日船止まってるんですが、ちょっとまだ見えづらいんで、後ほどのご紹介させていただきます。先にですね、左側をご覧ください。左手前方ですね、明らかに海上自衛隊の船ではないような船が反対側にはたくさん止まっているんですが、実は今この長浦港というのは利用しているの海上自衛隊だけではないんですね。現在は民間の会社も利用しておりますので、反対側には民間の会社が保有している行船の姿というのもご覧いただくことができます。またもう少し船が進んでまいりますと、左手前方方向には白い船体の船が何隻か固まって停泊している場所も見えてくるんですが、白い船体の船たちは映画海猿でも大変有名になりました海上保安庁の巡視船の姿になります。そして本日ですね、そんな海上保安庁の船の中に1隻だけ海上自衛隊の船が紛れております。頭の番号は604番航海艇江ノ島という船ですね。航海艇という少し難しい言葉が使われているんですが、簡単にご案内いたしますと爆弾撤去船です。海に仕掛けられる爆弾、機雷というものの撤去を行うための船なんですね。またそういった機雷の中には磁石の力に反応して爆発してしまうものがあるんですね。先ほどご案内いたしました通り、鉄でできた船というのは磁石の力をはめ込んでしまいます。そういった理由からこういった爆弾撤去船の船体、特殊な磁気機雷などの撤去を行うため船体は磁石の力を帯びない材質ということで、鉄ではなくなんとプラスチックで作られているんですね。左手にご覧いただけます604番掃海艇江ノ島はプラスチック船になります。ちなみにプラスチックといっても FRP 強化プラスチックという少し特殊な素材でできておりますので、思ったよりも頑丈な仕上がりになっていますね。さあ、まだまだ船はたくさんおりますので案内を進めていきたいと思います。次は左手前方ですね。さあ、これまたさっきは止まっていなかった船が1隻予約しております。左手前方方向からは間もなく305番航海艦平戸という船が見えてまいります。こちらも爆弾撤去船です。そして船体はプラスチック FRP でできております。さあ、ぐるっと向きが変わりますと、現在は船の正面方向になりますが、お尻の部分にそれぞれ愛島、東島、そして湯気島と書かれた3隻が並んで停泊している姿が見えてまいります。この3隻も爆弾撤去船なんですが、船体はプラスチックではありません。こちらの3隻は木で作られた木造船なんですね。昔の日本は爆弾撤去船全て木で作っていたんですが、今ではここまで大きな船を木で作ることができる職人さんがいなくなってきてしまっているんですね。そこで木に代わる新たな材質ということで採用されたのが FRP 強化プラスチックという素材だったんです。ちなみに今左手真横に見えます愛
島、東島、湯気島、こちらの3隻も普段は表示に集まっておりません。よその港から本日お越しできたんですね。さあ、さあ左手お尻向きからにはなってしまいますが、404番潜水艦救難艦千代田という船もご覧いただけます。この船の役割はその名前の通り、潜水艦を助けるための船ですね。船の中には深海救難艇と呼ばれる小型の潜水艇が乗せられておりまして、そちらを駆使して海の中で身動きが取れなくなってしまった潜水艦から乗組員のみを乗り移らせて救出する、そんな奇跡となっております。さあ、そして左手前方方向、先ほどご紹介できなかった船ですね、108番護衛艦あけぼのという船が見えてきております。この船も横須賀入りと繋がった箱崎半島と呼ばれる小さな半島。